ワロップダイエットさあ、はい、今週も始まりました。今日ワロップダイエット元気というか声がでかいですね。どうしました？でかいですか？どうしました？びっくりした。小さな声で話していきましょうか。大島わくりと、はい、骨川みちおがお送りいたします。ワロップダイエットです、はい、なんと7月からリニューアルしました。そうですね、はい、コンパクトにリニューアルしました。これの番組はですね、私骨川がダイエットして痩せていこうと、はい、いろいろダイエットに挑戦して痩せていこうという番組なんですけど、そうなかなか痩せないので、なかなか痩せない。じゃあ番組を痩せさせようと。スリムになりました。スリムになりました。45分間、はいはい、集中して無駄話できないですよ、45分なんで。そうですね、大島さんいつも無駄話。いやいや、どっちもでしょ。骨川さんもでしょ。時間もあったらどうしようね。時間もあったら先ほども言いましたけど、はい、ってまた同じ話。またみたいな。していこうではないかと。まあね、いいか、はい、それで。先週聞いてない人のために、はい、先週はですね、はい、水泳ダイエットっていうのをチャレンジしてきました。はい、水泳ダイエット、ちょっと酷なダイエットをさせようと。そうですね。もともとでも泳ぐの好きなんですよ。うん。本当に。もうなんかなんですかね。泳ぎ好きですか、大島さんは。私は金槌なんで。金槌笑われてる。泳ぎしたいわけない。面白。なんで、また足ぐらいできますよ、多分。ビート板使って。泳いだ後の、はい、そうか。うわーみたいなのない。ないんですか。ないないない。もう、どっかでやつ。プールなんて入りたくないですよ。できれば。へぇ、かわいそう。海も嫌いだし。夏になったら海行かないんですか。行かないです、行かないです。行かないんだ。行く。水着とかは買わないんですか。水着持ってますよ。持ってくる。でもなんかほらグアムとかに行って別に泳ぎに行かないっていうか。グアムとか行ったら泳ぎに行かないじゃないですか。なんだろう、遊びに行くみたいな、なんか一応も持って行くけ ど, けどなんかさ浜辺でのんびりする感じがいいんじゃないですか。違うの。でバシャバシャポールまで泳ごうとかないんですか。ないないない、メンズっぽいね。ないんだ。骨川さん、いや女子だってそうでしょ。いや、そんなことないですよね。大きな浮き輪買ってさ。うん、バナナボートとかはやらないです。いや、でもそこまでこんなクロールみたいな泳がないでしょ。何ですか、犬かき。クロール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 こんなんじゃない。犬かきしそんな、そんなわけで、はい、そんなわけですよ。ワルプダイエット、はい、今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。